いただきます。はい、着替えました。ファンと付き合うのありですか？全身はこんな感じ。よいしょよいしょ。はあ、皆さんこんにちは、塩野めぐみです。うん、実りの秋、食欲の秋ということで、今日は秋野菜をたっぷり食べたいと思います。ずっとやってみたい調理法があって、チャレンジしてみる。じゃん、せいろの使い方は超簡単で、野菜を切って入れて蒸すだけ。野菜を蒸すってすごいいいメリットがあって、ビタミン C とかの栄養を逃さないし、味も濃厚になって美味しいらしいよ。では早速作っていこう。キッチンに移動しました。早速野菜を洗っていきます。はい、敷き詰め終わりました。めっちゃ綺麗。ここから蒸していきます。では蒸してる間に、にんにく味噌のタレを作っていこうと思います。絶対に美味しいタレができた。いい匂い。2段目を乗っけて、さらに15分蒸します。オープン。柔らか、火が通ってますね。はい、せいろ蒸し完成。やば、銀色のやつ。乾杯。あー、うまっ。ただ食べるだけだとね、ちょっとあれかなと思ったので、質問とかトークテーマを募集してみました。なんか雑談しながら食べたいと思います。いただきます。秋といえばさつまいもだよね。うみちゃんファンの呼称って正式なのありましたっけ？密かにミンチュって呼んだりしてますね。愛を込めてオタクって呼んだりもしてます。豚肉、落ち込んだ時や人間関係に悩んだ時はどのように立ち直ったり解決していますか？塩野目も落ち込むことってたくさんあって、無理して立ち直らなくてもいいと思うんだけど、こうやって言ってきてくれてるってことは多分頑張りたい時なんだよね。とにかく忙しくします。美容院入れたり、ジム予約したり、ご飯行ったり、飲みに行ったりね、一日のスケジュールをパンパンにするの。時間ができちゃうといろんなことを悪い方向に考えちゃうから、忙しくさせるっていうのが立ち直りの近道なのかなって塩野目は思ってます。一緒に乗り越えていきましょう。応援してるよ。乾杯。レンコン、レンコンって食材の中でそんなに注目したことなかったけど、蒸すとめっちゃ美味しい。コミケで販売する予定のグッズなどは委託販売はやる予定ですか？あ、そう、今年の冬コミで塩野目初めてブース出店をするんだよね。まあ、来れない方もいると思うので、終わった後に通販すると思います。塩野目さんの弟になったらたくさん甘やかしてくれそうですけど、実際甘やかしてくれますか？めちゃくちゃ甘やかす。よしよしって犬みたいに甘やかすのが好きです。幸せ。塩野目ブルーを使って塗装したい模型を教えてほしい。とりあえずグフは絶対塗りたいし、100式にも使いたいな。
みんながシノノメブルーをどう使ってくれるか、もうこれが楽しみなんだよね。お付き合いするとき、ここだけは絶対譲れないという条件は何ですか？ガンダムに出てくるパイロットであることかな。冗談はさておき、何かに熱中してる人、シノノメがオタクだからオタクであってほしいな。トマト、南方ヒズルさんが海さんにしか見えないです。おー、確かにファンと付き合うのありですか？これはね、一言でズバッと言えないんだけど、例えばイベントに来てくれたファンの方に対して恋愛的な意味で好きになることはないです。もちろんね、人間として好きっていうのはあるよ。ヒズルのこと好きって言ってくれる人はみんな好きだから。ファンと演者っていう関係性だけで付き合うっていうのは他のファンの方にも失礼だし不誠実になるので、それはねないですね。でもね、シノノメ海としてではなく、やっぱ本名が A 子だとして、 A 子としてどこかで出会ってすっごく仲良くなって実はファンでしたって後からわかるとかあったらありえるかもしれないね。海ちゃんのマーベル話が聞きたいです。余談ですが、タイムストーンの色とロキの結末の関係もエモかったですね。え、タイムストーンが緑なのってそういうこと？教えてガオーさん。 MCU 作品はドラマシリーズも含めて一通り見てるんだけど、やっぱりエンドゲームで指パッチンで消されたみんなが集合してからのアベンジャーズアッセンブル、まあベタだけど、ちょっとマニアックなところで言うと、ガーディアンズオブギャラクシー3の最後でグルートの言ってることが見てる人にも理解できたっていうところがグッときましたね。最近プライベート系の動画がなくて寂しいです。事務所が変わって忙しいのでしょうか。ガンプラもプレゼント開封動画もどっちも撮ってあります。今編集中なので待っててください。この YouTube は今まで通りシノノメがやりたい企画を自由にやらせていただいております。足を重点的に見れる写真はありますか？なんかさ、己の欲望に忠実でいいよね。だいたい写真集の中にあるから探してみてください。海ちゃんのスキンケア、ボディ、顔、美容法など知りたいです。顔とボディは乾燥してる時間がないように保湿ね。お風呂上がり何よりもすぐにパックをして、パックの余った液で全身ビャーって塗ってますね。もう何万円もする美容液とかたくさんいろいろ試してきて、保湿できればそこまで変わらないかなっていう風に最近思ったの。外からこう塗るものにこだわるよりも普段の食事が肌にめちゃくちゃ影響する。お顔もボディも食べ物でできているのでね、まずは食べ物を変えてみたら多分劇的に肌も変わると思います。赤いが赤い、こういうこと？ごちそうさまでした。あー、お腹いっぱい。食欲の秋、せいろ蒸しの秋、蒸しといったら蒸気、蒸気といったらスチームパンク、スチームパンクといったらスカイフォートです。はい、ちょっと強引なんだけど、今回なんと新作のスマホゲームスカイフォートレスさんが提供についてくださいました。ちなみにスチームパンクっていうのは、蒸気機関が実世界よりも著しい発展を遂げて表現される世界です。まずはゲームの世界観。スチーム要素満載のセットセイルを舞台に、開拓者役となって世界各地の仲間と白イルカに乗って冒険の旅に出るっていう感じ。ガチャもあるみたいなのでやってみようと思います。とりあえず100連回してみる。 S キャラ出るかな。もうが壮大ですね。開いて、おお、フォーモル、かっこいい。マルクス、ちょびひげですね。ティラ、かわいいな。うんうんうん、強そう。かわいい巫女さんみたいな感じ。ハンク、あ、ビビアン、え、好きかも。メガネキャラだ。
おお、いろんなキャラがいるね。ブラックビー、フランカ。お、A が1枚出ましたね。かわいい。え、待って、 S ランク来た。へえ、やった、早速 S ランクゲット。お、 A が1枚、 A が2枚出ましたね。マーガレット、わあ、 S ランクまた出た。レアキャラがたくさん出ます。いいね。わ、 A が4枚も出た、かっこいい。 S ランクまた出ました。こんな感じでゲームキャラ本当にみんな可愛いの。スチーム要素と多文明の世界観がうまく融合してて新鮮な感じですね。塩の上もこの世界観に合ったコスプレをしてみたいと思います。ちょっと待ってて。はい、着替えました。じゃーん、スカイフォートレスのキャラにいそうな感じのね、チームパンク味のある格好になってきました。全身はこんな感じ。次にゲームの遊び方、上下にジャンプすることでシューティングしたり攻撃を避けたりできます。キャラごとにバトルエフェクトが違うから見てて楽しい。シノノメの推しキャラはクロウですね。国籍も身分も趣味も顔すらも不明な謎の男、気になってしょうがない。一緒にいる機械カラスもめちゃくちゃかっこいい。敵のライフが低ければ低いほどカラスのダメージは高くなります。うん、かっこよすぎ。3D プリンターで出力されたまんまの姿で送られてきましたね。とりあえずこれがビフォー、みんな覚えといて。どう生まれ変わるのか。はい、機械カラスの塗装が完了しました。こだわりポイントは2つあります。羽の装飾、そして2つ目、金にはブラウスを使ったんだけどスチームパンクの雰囲気にマッチしててお気に入りです。てか再現度高くない？
こちらの東雲特製武器機械カラスはゲーム公式 TwitterX の特典として抽選で1名様にプレゼントします。ぜひ参加してください。そしてさらに嬉しいお知らせ、東雲専用ギフトコード UMI777 を入力するとレベルアップギフトパックがたくさんもらえます。チームファンタジーアドベンチャー RPGスカイフォートレスは多くの地域で配信中です。ダウンロードして東雲と一緒に冒険をしましょう。ゲームアカウントでは iPhone や Switch、Amazon カード最大1万円分、旅行券など豪華商品が当たるプレゼントキャンペーンを開催中です。詳しくは概要欄をご覧ください。ここまで動画を見てくださった皆様ありがとうございました。せいろ蒸し美味しかったな。みんなもゲームをプレイしながら野菜も食べましょう。この動画がいいなと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録お願いします。機械カラスの塗装についての感想をぜひコメント欄にお待ちしています。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。